2020明治安田生命 J2 リーグ第15節ビファーレン長崎対大宮アルイージャの一戦を長崎県諫早市のトランスコスモススタジアム長崎からお送りします。長崎のゴールキーパー徳重健太選手、前々節13節千葉戦で J リーグ通算200試合出場を達成しました。今日はそのセレモニーが行われます。両チームのスターティングイレブンとサブのメンバー確認します。ホームの長崎、ゴールキーパーは徳重、ディフェンスは毎熊、角田、二見、亀川、ミッドフィルダーは大竹、加藤、秋野、沢田、そして今日はツートップ予想、畑とベテラン玉田です。一方の大宮アルディージャです。ゴールキーパーはフィリップ・クリアイッチ、そしてディフェンス今日は3枚の予想、西村、河本、川面、2列目から下は一平、篠塚、大山、三門、古巣対決、尾長、黒川、菊池、ワントップに豊島の予想です。秋野からもう一度右、マイクマ、さあここからどこに入れていくか、もう一度戻す、選手が入れ替わってワンタッチ、マイクマクロス、ヘディング、亀川のヘディングは枠を捉えられませんでしたが、ただ面白いシーンでした。非常にいいシーンですよね。さあ川面の左足か、川面だ、徳重が手に当てた、素晴らしいセーブでしたね。今おそらくですがブラインド的で一瞬ボールが多分見えてなかったところ、角田がタイミングを伺って縦ワンタッチで前に、いいフリックですね、シュートだ、大竹、ゴール右側です。クロスが入ってきた、いいボールですね、旗の前、まだ長崎ボール、左サイドからの攻めです。亀川、そして澤田、一人かわした、さあ中にか、倒れたがファウルはない、シュート割っていった、ゴール右側、最後は加藤ですか。ここは長崎の長いボールですが、さあどちらが抑えるか、亀川流して、旗のシュート決まった、旗、3試合連続ゴール、長崎先制、後半6分です。素晴らしいシュートでしたね。豊島、さあ縦に走っている一平、篠塚、ボール奪った、クロスが入ってきた、ヘディングゴール流れてシュート、キーパー正面、今のは黒川です。さあここは旗抜ければチャンスになる、あーっと手が出た、今のはカードの対象になりそうです、レッドカードです。そうですね、大山に対するレッドカード、川面選手ですかね、あ失礼、川面ですかね、6番川面選手ですね、あすいません、はい、27番豊島に代わっての伊庭、そして18番一平、篠塚に代わっての畑尾ということになります。ターンして受けた、奥抜き、伊庭、いい展開ですね、渡部のクロスが入って今のヘディングは当たらない、まあ、ここはもう長崎は前に行く必要ないですので、しっかりと後ろでボールを保持しながら時間使いたいですね、そうですね、あとは時間を使って、さあここで松本主審の長い笛、試合終了です。ビファーレン長崎3連勝、今シーズンの11勝目、
勝ち点3を積み上げて35としました。8月もがっちりと首位をキープです。